はい、足立です。今日も私の新刊、人のお金の引き寄せる伝え方の魔法からちょっと喋ってみますかね。いつもこうやって見せただけだけど、この本は俺の放送作家人生25年かけて学んだ、身につけた、人をその気にさせる伝え方みたいなのがいっぱい載ってるんだよ。背拍子とか見て、こういうことだから。映ってる。こんな目次を一個一個読み上げるのもあれだから見せちゃうけどね。とかさ、今第1章無料立ち読みキャンペーンやってるから、第1章読み上げてみようか。第1章ってどの内容だか、目次だけね。その中から今日1個喋りますけど、この人もお金にも好かれる方法、伝え方をちょっと変えるだけで結果は大きく変わる。誰からも好かれる人になる魔法の2文字。今日この話をちょっとこの話喋るわ。たった2文字つけるだけで人に好かれるようになるんだよ、人間っていうのは。あと第1章ね、三輪明宏さんと孫正義さんの恐ろしく痺れる一言。例え話の素材を相手の好みや趣味にする。HKT 指原莉乃さんに学ぶ相手の立場に立つ伝え方。まあ別に芸能人の話を書いてるわけじゃないんだけどさ。まあその他、まあちょっと目次だけ見せるよ。こんな感じ読める。まあこれ第2章ね。無理なお願いを通す技術とかさ。第3章とか、こんな感じね。見える？初対面で何を話したらいいか分からない時の切り抜け方。誰とでも会話が続く魔法の3ワードとかさ。まあ第4章こんな感じね。見える？うん、まあそれいった。よし、あなたの文章が10倍魅力的になる。たった1秒で相手を虜にするメールテクニック。部下をその気にさせる伝え方とかね。その中で今日は第1章、今無料立ち読みキャンペーン中だから無料立ち読みしてくれれば読めるんだけれども、誰からも好かれる人間になる魔法の2文字。この話ちょっとしましょうか。たった2文字。その2文字を日頃使うようになるだけで誰からも好かれる人間になれちゃいます。嘘のような話でしょ、これ本当の話。答え教えてほしい。答えは明日。嘘喋りますけど、簡単な話だよ。3をつけられるかどうか。3、例えばさ、俺はもう本当にそれに関しては結構気使ってる。例えばさ、例えばテレビの現場とかでさ、じゃあそれとかさ AD に頼んでけばいいんじゃないっていう人ってやっぱり心が素敵じゃないよ。いやそれとかって AD さんに頼んどこうよ、 AD さんに頼んどこうよ。わかる？この違い。たったそれだけのことっつうか、ピンときてない？これものすごく大事だからね。ちゃんとその場にいないとかも含めて、人のことを3をつけて呼べるかどうかっていうのは、心の持ちようだから。そしてその人の生き様だから、生きようだからさ。例えばわかんないけどさ、ディレクターがさ、それじゃあ、作家呼んどけよ。っていうディレクターと、じゃあそれ作家さん呼んどいて。っていうディレクターと、どっちの方が人間としてできてるでしょ。まあ別にテレビの、俺はテレビの世界にいたからテレビの世界に例え話だけどさ、例えばさ、わかんないけどさ、世の中全てそうじゃん。いやー、昨日タクシー運転手がさ、面白いびっくりした人でさっていうのと、いやー、昨日タクシー運転手さんがさびっくりしたんだよ、あの人すごい人でさみたいなさ、わかる？この違い。近くのコンビニにものすげえイケメンの近くのコンビニにものすごいイケメンの店員がいるんだよ。近くのコンビニにものすごいイケメンの店員さんがいるんだよ。ものすごい小さな差だけど、わかる？その人の心ね、性ね、生き方が現れてるって、そこに。うん。ねえ？いや、俺娘のお友達の加藤さん、加藤さんはそれは普通さんつけるから、娘のお友達とかだったら。いや、とにかくね、その人にさんをつけて呼べるか呼べないかっていうので、あなたの心の綺麗さが現れてるからね。たったそれだけのことで周りの印象全然違ってるよ。そういうのを気をつけようよ。うん、自分の心根のはすっぱさみたいなものが出るよ、端々に。だから必ず第三者って、比較的第三者だよな、のことを言うときは3をつけよう。行きつけの美容院の美容師なんだけどさ、
じゃなくて、行きつけの美容師、行きつけの美容室の美容師さんなんだけどさ、違うじゃん。わかるでしょ。これが感じ取れてなかったらあなたやばいよ。この差が。わかってるよね。うん。そういう人間になっていこうよ。だから3をつけておこう。そしてもう一つは感謝、ありがとう。すべてに感謝。この話もよくするけど、タクシードライバー、俺はタクシー降りるときは必ずドライバーさんにありがとうございますっていう、コンビニにも店員さんにもありがとうっていう、みたいなことさ。直接それが目の前で何かになって変わってくるもんじゃないけど、そういう心根の状態で日々いられるあなたってことが大切なんだって。わかる？わかるよね。うん。だから、3をつけていきましょう。そして感謝していきましょう。そしたら誰からも好かれる人間になりますよ。みたいな感じですか。まあまあちょっとこれは精神的な話ですけども、もうちょっと具体的なことも含めていろいろ書いてありますので、よかったら無料立ち読みやってます。下の方で。立ち読みしてみて買ってください。かな。よし、頑張っていこう。心が綺麗な自分でいよう。ね。今日も一日心綺麗でいこう、あなたも。ありがとうございました。